綺麗に決めてんな。またやってくださいね。ありがとうございます。めっちゃ男前やん。気づけて帰ってよ。またお会いしましょう。ありがとう。気づけて、ね、ちょっとそのブーツ服ちょっとそこ立って。あ、ごめん、くるっと回って。あ、かっこいいやん。あ、いいよ。おお、男の背中が見えてきた。オッケー。ごめんなさい。これは、なんてどこのメーカー？あ、川崎です。何年モデル？2014年モデル。なんていうバイク？ZX6R。忍者 6R。忍者 6R。オッケー。ごめん、年式何年って、ごめん。14年です。14年か、はい。ごめんごめん。でも新車みたいやな。俺16年か17年モデルや戻ったんよ。そうですかね。もうステップも綺麗にまとまってるし、マフラーどこ入ってんの？アクラポビッチです、ね。アクラポ、ちょっとエンジン音聞かせてもらえる？おお、来たなこれ。来るな。ええな、ドーンと来るわ。オッケー。いや、ごめん。これカーラリング初めて見たけど、なん、どこの場合、どこの女性？いや、これはね、一応オールペイントで、うん、あのグリーンティーをイメージしてみました。あ、はい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 、すごいな。でも、うん、で、あのゴールドライン入れてるしね。そうです。これなんていうバイク？これ ZRX の1100です。すごいな、見とったんやけど。あ、至る所カスタムやってるやん。触った、触ってないところがないって感じ。これ何年モデル？これ98です。FCR39 か。はい。ごめん、マフラーどこ入ってんの？マフラーはカーファーです。オッケー。ちょっとエンジン音聞かして。はい。エンジンスイッチオン。おー、カーファー。